痛くはなさそうですね。緊張が緩んできた証拠です。痛気持ちいいくらいが効果あるんです。でも本当に痛くなったら教えてくださいね。手首から上にあるツボを押していきましょう。今度は二の腕あたりの大女将直伝のツボ押しです。いかがですか？ちょっと痛かったですか？そうですよね。大女将のマッサージ効果あるんですけど、少し痛いんです。次は肩をほぐしていきましょう。両腕の後は肩全体をほぐして、全身の血行を良くしましょう。だんだん強く揉み込みますので、肩の力は抜いて、どうぞそのままで。両肩を手のひらでさすりながらほぐしていきます。お体の力を抜いてください。リラックス、リラックス。いかがですか？少しお疲れなのかしら。お疲れ様です。
んだんいい具合にほぐれてきましたね。何にも考えないで体の力を抜いて。そうそう、猫になる感じです。もう少し強めに指圧しますね。ぐりぐり、ぐいぐい。猫名館は癒しの館。旅人がくつろぐ猫のように過ごせる場所です。では、続けて肩叩きとしましょう。右肩から。左肩の方へ行きますね。背筋は伸ばして、肩の力は抜いたままで。そう、ありがとうございます。だんだんリラックスされてきたみたいですね。猫娘として長くお仕えしておりますと、こうして触れているだけでお客様のことがわかるんです。最初少しこわばっていたお体も柔らかくなってきましたよ。今度は優しく叩いておきますね。